人間は、まあ、猫も人間だけど、スマちゃんとか、ハーちゃんももう、まあ、人間だよ。ハーちゃんも人間ではあるし。結構少ないじゃん。ソラちゃんもそうでしょ、スイちゃんもそうでしょ、マツミもそうでしょ、船長もそうだね。船長もそうだ。アズちゃんもそうね。アズキちゃんもそう。アクタンもそうね。アクタンもそう。団長もそうだね。シオンタンは魔法使いだから人間ではあるけど、魔法は使えるよな。魔女なのかな？ロボコさんもやね。ロボコさんはロボットなんですけど。おい、名前からちょっとロボって書いてあるだろうが。ロボコさんはね、ロボットなんですよ。ねねちもそうだね。姫もそうだよね、人間だよね。全然結構エドかも。ねねちは宇宙人だよ。ねねちって宇宙人だったの？タオタオ星の宇宙人ですよ。そうなんだ、公式だよ。知らんかったんだけど、猫は。もう猫も電脳世界の猫って人間の、人間だろう。電脳世界の人間のだ、人間だもん。人間でしょ。電脳世界違うから人間じゃないとか、そういう悲しいこと言わないでもらっていいですか？ねえ。住む世界が違うな、ケネさん。人間じゃないよ。ひどい。厳しいんだが。みんなそんなこと言うとミコ引っ込むからね。下に引っ込むよ、ミコ。いいの？あ、もういいです。あはは、むせなーせなーで、これマジで面白いんだけど。て、猫だけ 360p なんですけど。144p レベルなんですけど、猫。猫消えちゃうよー。